私、白羽は宇宙人を卒業します。パソコンのことです。私は今、エイリアンウェア15の R3 というノートパソコンを使っています。2017年に購入して5年ということで、買い替えることにしたんです。というわけで、5年使ってみてどうだったか、エイリアンウェアを買ってよかったかどうだった、そういうお話をします。スペックは以前の動画で紹介しているので、そちらをご覧ください。概要欄に貼っておきます。まずは買ってよかったところ、その1、編集が楽になりました。これはいわゆるゲーミング PC ですが、私はゲームではなく動画編集機として買いました。動画編集機としてこのパソコンは本当買ってよかったです。搭載されている GPU のおかげでエンコード時間がかなり短くなりました。それと 4K の編集ができるようになったのも大きかったです。今では 4K 動画って当たり前ですが、2017年はまだそれほど 4K 動画って珍しい部類でした。ただね、今2022年にプレミアで動画編集しようと思って中古で 15R3 を購入というのはやめた方がいいです。プレミアってアップデートしていくんですが、アップデートするたびに重くなっていくんです。今は結構苦しいです。起動も時間がかかるし、プレビュー画面もカクカクになって大変なんです。続いて買ってよかったところ、その2、ポートの充実です。 USB Type-C が2つ、そのうち1つはサンダーボルト対応で、 USB-A も2つ、 HDMI、 ディスプレイポート、外部グラフィックポートまでついていて、ポートに関してはあと SD カードがついていたらよかったなと思うくらいで不満はなかったです。ゲーミング PC はこういうところがいいですよね。続いて買ってよかった3つ目はキーボードです。キーボードのキーが一つ一つ大きくて、押し間違いしにくくて、手の大きい人でものびのびとタイピングできる形です。キーボードの手前に広いスペースがあるので、ここに手首を乗っけると長時間タイピングしても疲れませんでした。何気にこの部分スベスベして触り心地がいい素材なんですよ。このあたりは長時間パソコンに触るゲーマー思いの作りになっているなと思いました。では次は、これはちょっと残念だなと思ったところをお話しします。1つ目、キーボードです。下から光が漏れるスタイリッシュなデザインなんですが、キーが外れて戻りません。キーボードを布で拭いていた時に布がキーに引っかかって取れちゃったのです。取れた時に接続部分が壊れちゃったみたいで元に戻りません。これは私だけではなくて、 YouTube で探したら他にも同じようなことになっている人が何人か見つかりました。壊れやすいんじゃないかな。ゲームの操作って強い感情を込めて触ることも多いので、ファミコンのコントローラーとかって投げたりとかいろいろあるじゃないですか。綺麗さよりももっと丈夫に作った方がいいのではと思いました。交換しやすいならいいんだけど、調べたらこうなったらキーボード部分一式交換しないといけないようなので、まあ丁寧に扱えばいいと言われたらそれまでなんですけど。続いて残念だと思ったところ、その2、キーボード面の汚れが目立つ。黒いのでホコリが落ちると目立つのと、触るとすぐに指紋、手垢がつきます。気になるのでよく拭いたりするのですが、この撮影の前にも拭きましたけど、ホコリも落ちてるし手垢もつくし、加水分解まではしませんが汚れたように見えるのはちょっと残念なポイントでした。続いて残念だったと思うところ、その3、バッテリーです。これが今回買い替えるきっかけになりました。
この辺こんなに盛り上がった感触だったかなと思っていたんです。横から見たらここわかるかな、歪んでいます。バッテリーが膨らみました。今までノートパソコンを何台も使ってきましたけど、バッテリーが膨らんだのは初めてです。まあ毎日のように動画編集で熱々になりながら使ってきたので、バッテリーって熱に弱いっていうのでそういうものなのかもしれません。それはいいんですけど、このまま使うのは危険なので、バッテリーを取り外そうと思って調べたら、取り外すためには SSD やハードディスクを取り外したりなどしないといけないという、まあ要するに難易度が高くって、不器用な人には取り外すのが難しい。ノートだからまあ仕方ないとは思っているんですけど、バッテリーは膨らむものなので、できればもっと外しやすくなれば嬉しいなと思いました。それで自分で交換するのは勇気がいるので、修理業者さんに頼もうかとも思ったんですが、そしたら一緒にキーボードも頼めるし、でもそれならもういっそのこと新しいパソコン買っちゃおうってことになったのでした。それに私のパソコンには謎の不具合があります。これ原因がわかる方がいらっしゃったらコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。数字キーありますね。1 2 3 3が入力できません。4 5 5が入力できません。そう、3と5が入力できないんですよ。調べたのですが、こういう症状の例は見つけられなくって謎なんですよ。バッテリーが膨らんだせいかな。まとめ、残念なところはありましたが、買って4年は何の不具合もなく快適に使えていたので、20万ちょっとくらいのお値段でしたが、お値段分の価値はありました。パワーのあるパソコンは使いやすくていいですね。あ、エイリアンウェアは宇宙人のデザインが苦手という人も多いと思います。私も最初はそうでしたが、大丈夫、慣れました。むしろだんだん可愛く見えてくるので不思議でした